ははいここんにちはインンテリアコーーーーディネーターサロンポールこと阿部です今回はですねご好評いただいている一問一答のですねついに第3シリーズまで来ましたで今回から難易度というものを5段階中で、えー、表示するようにしてみました現時点2021年のゴールデンウィークなんですけどもまだですね皆さん全ての範囲を勉強し終えていないでしょうからまあ取りかかるのはですね今じゃなくてもいいですし自分のタイミングでやってみてください そしてですね今回のスライド資料も、えー、無料会員様と有料会員様はいつものページに置いていますので良ければですねダウンロードしてまたあの引き続き解けなかった問題は繰り返しやってみてくださいはいそれでは早速進めていきましょう今回も私が読み上げるスタイルですではクエスチョン1インテリアコーディネートの業務における実施計画見積もり契約 このフェーズで必要となる見積書はクエスチョンであるクエスチョンに入る語句を選びなさい1積算見積書二2概算見積書三3詳細見積書正解は3の詳細見積書ですこちらですね概算見積もりというのはおおよその見積もりであって これは提案とか調整、その前の段階で提示されるものですね。そして次に積算見積もり。こちらは工事の費用を積み上げただけの、いわゆる全体の費用をただ算出しただけのものになるので、こちらはですね、企業の利益は含まれていない状態になります。なので、この積算見積もりで出してしまった場合は、一切もけがないということになりますね。はい、この辺は大事なので覚えておきましょう。それでは次いきます。 クエスチョンにヨーロッパにおけるインテリアの歴史様式を古いものから並べた順序としてクエスチョンに入るものを選びなさいそれでは順序を読み上げますロマネスク次にゴシック次にクエスチョンこのクエスチョンに入る歴史様式を選んでください1ビザンチン2ルネサンス3バロック 正解は3のルネサンスになります。はいそれでは次いきますクエスチョン3フランスのアンピール様式はドイツやオーストリアにおいてより簡素なクエスチョン様式へと変化を遂げていったクエスチョンに入る国を選びなさい1ビーダーマイヤー2クイーン・アン3リージェンシー 正解はこのビーダーマイヤー様式というのは簡素で合理的なデザインと言われていますのでこのワードですね簡素であったり簡素で合理的っていうのが出てきたらビーダーマイヤーもうこれで疑っていきましょうはいそれでは次いきますクエスチョン4第二次世界大戦後デンマークではたくさんの優れた家具が生み出されてきたが ウェルナー・パントンはクエスチョンによる一体成形の家具を開発したクエスチョンに入る国を選びなさいクエスチョンには、えー、材質が入りますね1ウレタンフォーム2アルミ3強化プラスチック正解は3の強化プラスチックになります こちらもですね、わからなかった方はデザイナーズチェアのページをですね、もう一度改めて見てみましょう。はい、それでは次いきます。クエスチョン5。50型テレビ画面の対角線の長さはおおよそクエスチョンである。クエスチョンに入る語句を選びなさい。1。約105センチ。2。約115センチ。3。 約125センチ正解は3の約125センチとなりますはいこちら下に補足を書いておきましたが一つ目1インチは2.54センチとなりますまあ約2.5センチですね次にテレビのインチというものはテレビの本体の対角線の長さでこちら割り出すので そこをきっちり覚えておきましょう。テレビ画面の大きさなんとなくでインチで覚えている方もいらっしゃると思いますが、テレビの対角線の長さでこちら、インチを割り出します。こちらですね、第2次試験でも必要となる知識になりますので、覚えておきましょう。それでは次いきます。クエスチョン6。ある色をしばらく見た後に、すぐ別の色を見ると、捕食残像が作用する。この現象のことをクエスチョンという。 クエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1「刑事対比2「捕食対比3「色相対比正解は「1」の「刑事対比になります。 こちら、捕食対比を選んだ方もいるんじゃないかなと思いますが、もしわからなかった方はですね、えー、教本を読み返すもよしですし、私が出してるですね、第4章丸3という動画もですね、合わせて見ておくと、えー、参考になると思います。こちら概要欄にも貼っておきますね。それでは次いきます。クエスチョン7省エネルギーや環境負荷の少ない資材や機材、 の使用といった環境配慮はもとより室内の快適性や景観への配慮などを含めた建物の品質を総合的に評価するシステムをクエスチョンというクエスチョンに入る国を以下より選びなさい1ポス2キャスビー 3LCC 正解は キャスビーですね、はい、こちら POS はですね、えー、あのレジに使われているバーコードなどの読み取りシステムのことを POS と言います LCC はあれですねライフサイクルコストのことですねはいそれでは次行きますクエスチョン8キッチンワークトップの高さを調節するためのフロアユニットなどの足となる部分をクエスチョンという クエスチョンに入る語句を以下より選びなさい 1. 四輪 2. 台話 3. けこみ正解は2の台話になりますこちらですね二次試験でももう必須の知識となりますので台話 意味を覚えておきましょう、まあ、大体皆さん意味は分かってるかもしれないんですけどもこのようにですね出題される文章となるとなかなか台話ってパッと出てこないと思いますのでこの問題文もですね覚えておいてくださいはいそれでは次いきますクエスチョン9塗料について今日では水溶性の塗料を主に使用するがそれは溶剤系の塗料は クエスチョンなどの VOC が含まれているからであるクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1ホルムアルデヒド2エポキシ3トルエン正解は3のトルエンですねこちらですねホルムアルデヒドを選んだ方も 大変多いいいんじゃないかなかと思いますが、ここ一つ注意点がありまして VOC はですね揮発性有機化合物なんですけどもそれはですね4種類指定されていますトルエン、ベンゼン、ンンベゼフロロロ類、ジグロロメタンですね。そして VVOC という高揮発性有機化合物そちらにホルムアルデヒドは該当しますのでこの VOC と VVOC というものが実は分かれているっていうことを知っていると、えー より知識が深ままるんじゃなないいいかなと思いますはい、それでは次行きましょう「クエスチョン10」10石板や金属板などに絵を描き水と油の反発作用を利用して専用のプレス機で紙に写し取る平板画の一種をクエスチョンというクエスチョンに入る語句をいかより選びなさい1エッチングエッチング セリグラフ3リトグラフ正解は3のリトグラフになりますはいこの辺も地味に出題されたりするので一応覚えておくといいと思いますよはいそれでは次いきますクエスチョン11工場で製品化したコンクリート建築部材であり複雑な形状なものや 断熱材仕上げ材などを打ち込んで作り上げることができるものはクエスチョン・コンクリートであるクエスチョンに入る国をいかより選びなさい1レディ・ミクスト・コンクリート2プレ・キャスト・コンクリート3プレ・ストレス・コンクリート正解は2の プレキャストトコンクリートになりますはいコンクリート結構名前ややこしいんですけどもプレキャストコンクリートが正解ですそれでは次いきますクエスチョン 123DCG を作る過程で行われるワイヤーフレームに面や質感をつける計算をクエスチョンというクエスチョンに入る国を以下より選びなさい1レンダリング 2モデリング3レイヤー正解は1のレンダリングになりますこちらはですね普段仕事で使われている方はもうすぐに分かるんじゃないかなと思いますが結構ですねこの 3DCG の問題も出ますので覚えることまあまああるんですけどもえ一応しっかりと見ておきましょうはいそれでは次いきますクエスチョン13 蛍光ランプの点灯方式で最もちらつきが少なく専用ランプとの組み合わせでより高効率を可能にする方式はクエスチョン方式であるクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1スターター方式2ラピッドスタート点灯方式3高周波点灯方式 正解は3の高周波点灯方式となります。こちらインバータと言われるものですね。はい。この辺も結構ややこしいですけども、区別して覚えておく必要があります。はい。それでは次行きましょう。クエスチョン14。石膏ボードは防火性能が,性能が高い材料であるが、 それは石膏の中には約20%のクエスチョンが含まれているからであるクエスチョンに入る国を以下より選びなさい1ガラス2結晶水3モルタル正解は2の結晶水になりますこちら石膏ボードに水が入っているのって思われるかもしれませんが え防火材料として使われているのはこの水が入っているためですねはいそれでは次行きましょうクエスチョン15縦テ区表で次の図のように表示されるものはクエスチョンであるクエスチョンに入る語句をいかより選びなさいこれ聞き流しの方はですね図が見えていないと思いますがえ実際に今図を出していますはいそれでは3択ですね1縦 滑り出し窓2突き出し窓3打ち倒し窓正解は2の突き出し窓になりますこの辺もですね二次試験窓であったり縦具関係はですね自分で書かなければいけないですしまあこのような記号を書くことはないんですけども一応覚えておいた方がいいと思いますはいそれでは次行きましょう クエスチョン16燃焼に必要な空気は室内空気を利用し燃焼排ガスを室外に放出する器具をクエスチョン燃焼器具というクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1開放型燃焼器具2密閉型燃焼器具3反密閉型燃焼器具 正解は3の半密閉型になりますねこちらも、えー、きちんと一つずつ覚えておいてくださいはいそれでは次いきますクエスチョン17コンクリート壁に重量物を取り付ける際はクエスチョンを打ち込んで止める必要があるクエスチョンに入る語句を以下より選びなさい1ボードアンカー二 ホールインアンカー3アンカーボルト正解は2のホールインアンカーですねはいそれでは次行きましょうクエスチョン 18PL 法について損害賠償を請求できる機関は被害を受けた者またはその法廷代理人が 損害及び賠償義務を知った時点からクエスチョン年間である何年かってことですねまたは製造業者などが当該製造物を引き渡した時点から10年間であるとなりますはいまずそのクエスチョンの部分を埋めていただきたいのですが、えー、入る語句をいかより選びなさい13年間25年間37年間 正解は1の3年間になります PL 法はすごい重要な法律なのでしっかりと覚えておきましょうはいそれでは次いきます。クエスチョン19地下室の容積緩和について戸建て住宅で延べ120平米の場合地下室をクエスチョン平米以内にすれば容積率の緩和を受けることができ 狭い敷地でも大きめな住宅を建てられるクエスチョンに入るご句を以下より選びなさい120平米以内230平米以内340平米以内戸建て住宅で延べ120平米の場合の地下室の容積緩和についてですね20平米か30平米か40平米どれか入れてください はい正解は3の40平米になりますこちらは建物全体の床面積合計の3分の1を上限にして容積率の対象から除かれるとありますので地下室の容積緩和に関しても覚えておきましょうはいそれでは次いきますクエスチョン20ラスト問題ですインテリア関連のマークについて 図のマークはクエスチョンといい品質基準に合格したタフテッドカーペットにつけられるものであるクエスチョンに入るごくをいかより選びなさい 1c マーク 2cp マーク 3g マーク正解は1の c マークとなります はい、ということで、えー、今回も20問出してきましたが今回はですね難易度4だったので結構難しかったんじゃないかなと思いますが皆さんどれぐらい正解されましたかねすでに18問とか、えー、それ以上取れている方はもうバッチリだと思いますねなので基本的な問題ができてこういうところまでですねしっかり覚えているっていうのは勉強が充実していることだと思いますからもう自分を信じてそのまま、えー、突き進めていってください そしてですねレベル5の方もですねまた出してみようかと思うんですけども今出してもですねまだ皆さん勉強がおそらくついていけないと思いますからもっと試験が近づいてきてからですね8月とか9月ぐらいにレベル5のマックスの問題を出してみたいと思いますそしてですね2、えー、次試験の方も忘れてはいけないと思うんですが 一次試験がですね余裕できてきた方は2次試験のですねまあ勉強をしなくてもいいですけどもどういうことをしなきゃいけないのかっていうのを学んだ方がいいと思いますのでまあ私の動画とかでもいいですしまあ一旦インターネットでですねあの調べてみるのがいいんじゃないかなと思いますそして当サロンでも、えー、当然講座も用意しますし、まあ、去年もほとんどの方合格できたんですけどもまたサービスの方を発表しますのでよければご利用くださいませ ははい、それでは今後もですねインテリアコーディネーター試験受けられる方に有益な情報を発信していきますので今後ともよろしくお願いいたします。今回もごご視聴ありがとうございました。